プロマンダー開発者の池田と申します。このムービーでは腹話加工誕生秘話と加工のポイントについてお話しさせていただきます。開発の動機、当研究所では300名余りのモニターを実施、大勢の方からかっこいい靴にも連結できるようにしてほしいとの要望がありました。足に障害があっても見るからに介護用ではなく、おしゃれな靴を履いて気分を上げて暮らしたいとのニーズが高いことが分かりました。付属アイテムの開発にチャレンジしましたが、道路との摩擦で破損してしまうなどの課題が見つかりました。そこで試行錯誤の末にひらめいたのが、折れ曲がりにくい安全ピンをつま先寄りの丈夫な部分に横向きで差し込み、引っ張りに強い組紐や強力なゴムなどをリング状に回してフックと連結する方法でありました。そうすることでつま先を包み込んで外するように引き上げ、つま先だけでなく足指の握り込みの予防と改善効果も期待できるようになりました。また歩行支援だけでなく足首と足指のリハビリ用途にもご利用いただけるようになりました。紐靴、片手が麻痺している患者には無理と思ったかもしれません。でも安心してください。片手が麻痺した方でも2秒で履いて1秒で脱げる便利な紐靴が開発されました。ダイヤル式シューズと検索しますと、5000円程度で各社通販サイトよりお求めいただけます。当研究所では障害者に寄り添う製品開発をモットーに物作りに取り組んでおります。詳しくはコロバンダと検索してください。